水産研究教育機構は、日本の水産業の健全な発展と水産物の安定的な供給を目的とする公的な研究機関です。125年以上の歴史を持ち、水産分野に特化した研究開発と教育・人材育成を推進しています。日本の漁業を取り巻く様々な環境の変化に対応し、水産資源の適切な管理とともに水産業の成長産業化を目指しています。当機構は水産業に関わる研究、技術開発、人材育成を進めるため、水産資源研究所、水産技術研究所、開発調査センター、そして水産大学校で構成されています。こちらが全国にある庁舎の中心となっています。また7隻の調査船と2隻の練習船を運航し、海洋でのモニタリング、技術開発、実験、実習に役立てています。水産資源研究所には水産資源研究センターとサケマス部門の2部門があり、水産資源の適切な管理と水産業の成長産業化などの施策実現に向けた研究開発を行っています。水産技術研究所には養殖部門と環境応用部門とがあり、水産業の発展のための幅広い研究と技術開発を行い、安全安心な水産物の提供と安定した生産基盤の確立を目指します。開発調査センターは水産業のニーズを汲み取ったさまざまな研究成果を現場実証し、生産から流通・販売まで行っています。漁業・養殖業の経営の安定、そして研究の成果を漁業現場で広く活用することを目的とした組織です。水産大学校は水産専門の高等教育機関であり、水産に関する学術的な知識と技術の教育、その基盤となる研究を行っています。水産の現場における問題に的確に対処できる人材の育成に日々取り組んでいます。私たち水産研究教育機構は水産大国日本の未来を開きます。